はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から F 字の動画撮っていきたいと思います。今回はパールバティですね、まあ新キャラのやつを運用と、まあ解説はできないか、まあ普通に運用していきたいなと思います。で、そのいつも通りにやるとね、スキルの倍率とか紹介するんですが、まあ全くもってそれができないと、出たばっかだからそこら辺のね倍率っていうのがわからないんで、まあスキル上げ素材ぐらいは一応紹介しとこうかなと思って、それをやってから、何だったっけ、まあ適当に NP 効率とか見ていきたいなと思います。で、1から3なんですが、まあ1234かに上げるためには普通にあの剣のランサーの奇跡とか、まあ、先でいけるんで、ここから見ていきたいと思います。4で、まず魔石10個と妖覚だねが3つ。でまあ、 普通に思ってたんですが、これ割と素材としてスキル上げはしやすいです。で、次ランサーの筆跡が4個と妖覚が5つ。で、次筆跡10ん奇跡奇跡ん筆跡筆跡10個と蛇の目が4つ。宝玉だね。でその次蛇の目7個とスカラベが2つ。で8から9のラストがスカラベ6つと心臓8個っていうので、スキル上げに関しては相当やりやすいです。うん。であとは伝承結晶だからねっていうので、なんかそこまで、まあ金素材が多く使われる分、代わりに銅素材とかが全然使われないから、まあ割とスキル上げに関しては他のサーバントに比べてめっちゃきついっていうわけじゃないかな。まあ割としやすい方に入るんじゃないかなと思います。で一応もう先に999まで上げときます。一応ね倍率としてどれぐらい上がるかわかんないけど、あーで1個だけちゃんとね情報が出てて、まあ、そこら辺も後でちゃんと見ていこう。はい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 。よし。で、ああ響きか、びっくりした。で、これですね、この下の第3スキルの女神の恩恵でいいのかなに関しては、自身の NP が、10倍以上ある時に使用可能、自身の NP を増やす、減らす代わりに味方単体の NP を増やすなんですが、デメリットとして自分の NP が 10% 減ります。代わりにあれだね、味方のやつレベル1で 10% でレベル10で 20% 増やすんで、まあレベル6ぐらいで15ぐらいかな、15か16ぐらいで、回復に関してもレベル10で3000回復するのかな。まあそんなやつが分かるから、分かってるから、まあ第3スキルは最大にしといた方がいいんじゃないかなって思う。周回とかでも後々使える可能性あるしね。ただこの第3スキルをうまく使おうって思うと、パールバティ2枚引かないといけないからちょっときついかな。あれオーバーチャージの関係で150とかに味方に付与できたら結構強いんですが、いかんせんオーバーチャージ100の時にその NP をばらまいても自分宝具打てなくなるだけとかになっちゃうんで、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。俺はちょっとやっておこう。多分なんか後々またもう一体当たりそうだから、まあいいや。よし、ということで、まあ一応ね倍率とかクイックの倍率とか攻撃の倍率はわからないんですが、まあ普通に運用していこうかなと思います。カットしようかな。カット。精一杯尽くさせていただきます。はい、ということでやっていきましょう。ハロウィンイベントのあの場所ですね。でスター集中のやつつけております。で NP 不足のため第3スキルは使えませんね。でまあスター集中あるんでそこら辺ガンガン使っていきましょう。でクイック性能からまあ見ていこうかなと。それもいい。そこは強くこうかな。クイックチェインの3枚目でクレッシェンド。これくらいならなんか割とそういう感じがちょっと見にくかったが、まあいいか。
でクイック3枚目で25まで持ってってんの。え NP 効率良くない？あけどオーバーキルも入ってなんかまあちょっと微妙だな。で、一応これって自分に打つのはどうなの？あーこの第3スキルが味方単体の NP を増やすんだから、ああえじゃあ普通にいいわ大丈夫。えだって90の時に 10% 減らして 20% 増やせば攻撃打ってんのか。あーこれうまく使えば本当に強い気がする気がする。いいぞ。見せてやる。バスター3枚目でどれぐらいの火力出るんだ。これくらいなら。おお割といってるな。そこは強く、まあ、スロー再生になってると思います。これくらいなら51かな。 NP 効率いいなこれ多分相当いいぞ相当今のんでアーツ指導でクリティカルしたらこんだけたまんのか。なるほど。でまあ普通に砲撃ってみましょう。私だってそっちですか。ただこのトリシュラーシャクティに関しては威力的にはバフつけないと弱いのかな。感じてください。これが私の天まで届く恋の波動。あ魅了された。あ、えけどノーバフで2万4000出るの。これくらいなら。え、ノーバフで2万4000出るんだアーチャー。けどあれかアーチャーじゃなかったら1万2000程度しか出ない。うーん、やっぱバフ前提だね。ただスキルのやつで NP を増やすっていうので味方の NP がちょっと増えてるのかな。で魅了かかってくれるのいいよね。てかこのゲテモノのデビルアイズに魅了かかんのかって一瞬思っちゃったけど、そこら辺にも入るって考えると割と使い勝手は良さそうだね。そこは強く。アーツ指導でどうなんだ。フォルテッシモ。バスターのクリティカルで割と溜まってクイックでもそこそこ溜まった感じかな。ただクイックのクリティカルでめっちゃ高いっていうわけじゃないね。多分アーツが結構ヤバそう。そこは強く性能としてはクレッシェンド。これくらいなら69か80。うん69から80。うんめっちゃ高いってわけじゃないな。まあここは絶対倒しちゃうんで、まあ、初手アーツでどれぐらい溜まるか見せる。まあ82だけど絶対溜まるんだろう。82から初手アーツで多分18ぐらいか。もうちょっとクリティカルしてたからしてたらいい感じかな。でじゃあ次ここバフやってみましょう。すごいな。ちょっと宝具演出だけスローにさせます。んで届きます。そこっちですか。これでどれぐらいの火力は出るのか。感じてください。これが私の天まで届く恋の波動。トリシューラシャクティ。おー魅了入った。いいね。これくらいなら。これくらいなら。おー星出し性能いいね。で NP アップ、 NP 獲得量アップしてるから、クイックバスタークイックで 57% まで溜まってんのか。相当いいな NP 効率。ここはスケルトン倒してから普通にアルジェナに殴ってもらおう。これくらいなら。あーなるほど。クイック性能上げてる時のオーバーチャージは相当火力で、オーバーチャージ、ん違う、相当上がるね。はい、カットされてると思うんですがやっていきましょう。
瞑想に関してはあれですね、スター集中度アップのやつつけております。アーツ指導のバスタークイックでどれぐらい出るか見ていきましょう。これくらいなら響けアナーハタ、オーバーキル含みでこれぐらいってことは、まあ割と出てるのかな、そんなに悪くはないって感じかな。っていうか普通にたった1回だけで 56% まで溜まるので相当高め、っちゃ高めな気がする。はい、踊れ。で、普通のバスター3、アーツ指導のバスター3枚ってもう割と溜まるね。うん、強いと思う。こっちですか？クラッシェンド。クイックで3枚目クイックだった場合、これくらいなら、わお、68から95ってことは27ぐらい、結構いいね。であれだよね、こういう時にこのスキルが使えるんだよね、第3スキル。自身の NP を 10% 以上ある時使用可能、自身の NP を減らす代わりに敵単体の NP を増やす &HP を回復。だってこれ自分で撃つとここで砲撃てるようになるってことだよね。あーってことは第3スキルはうまいこと使っていかないとダメだな。自分にバフる、ん、自分に回復と NP 増やすってやり方もいいし、もう完全的にサポートしてやっていくっていうやり方でも良さそうだから、使い方によって変わりそう。テキパキと片付けね。この NP 獲得量アップっていうのがどこまで上がるかっていうの気になるよね。そこは強く、まあ、さっき2万程度、2万1000ぐらいしか与えてないのがバフるとどれぐらい上がるか。バフることで4万、ってことは NP 効率、 NP じゃない、防具火力は相当上がってますね。まあ 1.8 倍ぐらい、 1.6 倍、まあそれぐらいですね。でやっぱそれプラス味方に NP ばらまきてるっていう点が結構使いやすそうですね。クイック性能上がってるんで、めっちゃすごいなやっぱり。普通に殴ってみましょう。これくらいなら、これくらいなら、26から 55?25 ぐらい持ってきてんのよ。26から55だから30近く持ってきてるのか。クイックで30近くか、相当強いな。でまあここはそれもいいな、つい殴ります。フォルテッシモン。で、バスターでも NP 効率上げてたら大体10ぐらいまで溜まるから割と使いやすいって感じかな。いける、なんだろう、どちらかっていうと女神の恩恵に関しては HP 回復をメインで使ってった方が良さそうな気がするな。なんかやっぱ HP3000 回復って相当なんで、相当高めなんで、まあ、もっと高いやつはいるけどね。割と単体で使った方がもしかしたら良い。これくらいなら、うん、そうなんです。やっぱりバスター性、あ、死んだ。バスター性能じゃない。普通に NP 獲得量が上がってないとバスターだった場合ちょっと微妙って感じかな。死にそうなんだけど。なんか今撃ってもあんま死ななさそうだな。女神の加護が宿るものさ。普通に殴ってみようかな。つなぐりの火力って感じ。3万4千をクリティカルで削り切れるのか。ああ余裕で削り切るなこれ。おーおーおー。バスター指導で29、21個持ってきてんのか。割と高め。空間攻撃。神罰執行機能。全勝利。パスパタ。
足パターやめてください。痛い。公園はジャックに。よし。え、P、 なんか P がいた。これは、あ、次のターンどちらかっていうと宝具を打ちたい気がする。そっちでしょ。まあ、ここは普通に火力どれぐらい出るか見てみましょう。これくらいなら3万4000から1万6000だから、まあ、約1万何歩か。痛い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 。すっげー殴られるやん。あ、これ見て見たかったんだよな。ここってアーツ性能どれぐらい上がる。あーあー、まあ、いいか。 100% 溜まってるね。届きますように。クイック指導で3枚目アーツ持ってきて NP 効率上がってる時どれぐらい溜まるのかっていうのを見たかった。感じてください。これが私の天まで届く恋の波動。お、魅了入った。いいね。これ割とてか、あ、サーバント関係なしに魅了入るのか。29から62、うん、そこそこって感じか。まあここは普通にアーツ指導のバスタークイックでどれぐらいまでいった。これくらいなら62から71から100。あれか。っていうか思ったのがてかなんとなく今のってなんとなくわかると思うんだけど、第一スキル打った時のNP 効率がやばいって感じかな。うん、まあここに関しては体力回復させるだけだった場合こんな感じでもいいよって感じか。あ、そうだ、クイックバフっていうか普通のクイックバフだけで宝具がどれぐらい上がるかっていうのも最後に見れてよかったな。これが私の天まで届く恋の波動。クイックで2万3000ってことは、え、ちょっと待って、割と倍率高くない？自分自身のバフアップ。あれだって確かあれで4万ぐらい出てたでしょ単体。あー、これスキル上げ優先度としてどうだろう。1123か213なんだけど自分的に。あー、それが超迷う。ただ NP 効率は普通にいい感じかな。ただ宝具火力に関してはやっぱ宝具レベル1だとちょっと物足りない感じ。バフしないと出ないっていうのがきついかなぐらいかな。あとクイック宝具っていうのでちょっとバフがかけにくいっていうのもあるね。普通になんか使った感じは割と使いやすいっていうサーバントかな。 NP 効率もそこそこいいですしね。まあ、ただスキル上げ、いやけどスキル上げもぶっちゃけそんなきつくはないからね。まあ、割と簡単に使いやすいっていう感じかな。あー、すげー、宝具2にしたい。いや、まあ欲望だからやらないけど、やっぱりアタックの数値が低めなんでどちらかっていうと宝具回転率してぶっぱしていくタイプだね。で、一応サポートできる、じゃあ一応第3スキルだけサポート、それ以外は自分で殴っていくって感じだね。まあ割と使いやすい、うん、使いやすいイメージかな。NP 効率も悪くないし、火力も第2スキルと第1スキル合わせたら相当上がるし、まあ、スキル上げ結構重視しないといけないって感じかな。あとはこの中確率で魅了状態付与っていうのが割とでかいね。あれ、ゲイザーにも一応かかってたし、それが割と使いやすいんじゃないかなと思います。ぐらいかな。ということで、今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さんご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さんありがとうございました。